やっぱ最近はママが嫌いかも。どうしてかというと、こら怒った顔が鬼だから。何やってんの、戻してきなさい。お前のせいだろ、お前のせいだろ、真似すんな。ゆう、お兄ちゃんでしょ。よしよし、じゃあママからお願い、カート取ってきてくれる？うん、俺取ってくる。僕が行く。すみません、これ子供がいじっちゃって。はい。すみません。大丈夫ですか、お怪我は？バーカ、こら言う。あんたは本当にいい加減にしろ。言って当たり前でしょ。あなただっていつか同じ状況になればわかるはず。と、今日スーパーで私を睨んでいた若い女性に言いたい。子供の世話に明け暮れる日々がどんなものか、若い頃は誰も知らない。私だってそうだった。何も知らなかった自分をそれこそ叱りつけてやりたい、今。これはあなたにも起こりうる物語。同じ石橋優という名前の息子を持つ3人の母親たち。優、たくみ、起きてるの？意地悪しないで一緒に行ってあげて。うちな、優がやりたい思ったことは全部やらしたりたいね。優さん、ずっと優秀なんですね。うちでもいい子です。仕事頑張るよな。ありがとう。それぞれが幸せだったある日、一人の優くんが母親に殺された。協力し合おうって思えないの？おりえよ。あんたんとこの息子が力也の金取ったんやろ？そんなことないです。気に食わんねん、その善人面が。あんたんとこの子供は悪魔。僕はいい子じゃない。お母さんもいいよ。お母さんじゃない。魂がぶつかり合う衝撃作。僕のこともお前嫌いなんや。息子を殺したのは私ですか？明日の食卓。